です今日はですね中年には嬉しい柔軟性が増す筋トレベスト5ということでやっていきたいと思うんですけれども、まあ、通常ね筋トレやってると体が硬くなるっていうふうにはわれるんですけれども 今日紹介する5つの筋トレというのは、やらないよりはやった方がむしろ体は柔らかくなりますよ。柔軟性を増す助けになりますよ。ということで紹介していきたいと思うんですね。まあね、もちろん今から紹介するエクササイズを、ボディービルをやるレベルで超高重量でやっていくというわけにはいかないです。まあ一般の中年の人が。 まそれなりの重さでやっていくっていうふうにやっていくと運動をしないよりはこれをやった方が十分柔軟性は増しますよ体が硬いというところもちょっとね抜け出すことができますよというものなんですねだから今から紹介するエクササイズというのは何か特別なことをやってくれというわけではなくてある程度普段やるべきエクササイズの中でこのエクサイズは実は体が柔らかくなるんだよでこういう点を気をつけてこういうやり方をすると体が柔らかくなる助けにもなるんだよということをねちょっと紹介していきたいと思いますのでぜひ、まあ、ね取り入れてほしい,とい ということとまあ、いつも皆さんもしやっているとしたらあこの手を気をつければ今までとは違った意味もあるんだねっていうこともね、えー、ちょっと認識してもらえばいいかなと思ってますまず一つ目なんですけどこれはワイドスクワットになりますワイドスクワット、まあ、ワイドスクワットはまあ、ジムに行ってるのはバーベルを担いでやればいいですしまあ、ジムに行けなければこういうダンベルを使ってやることもできるんですけどもま一、あ、つのダンベルでやるならワイドスクワットでこういう形でまあ、こういうふうにやっていきますねこういうふうにやっていきます まあ、バーベルならもちろん上に担いだ形ですし、まあ、2個のダンベルでやっていくこともできますね。2個のダンベルでやっていくなら、これをこういうふうにフロントスクワットの形でこういうふうに担いだ状態で、ちょっと肩に軽く乗っける状態でいいと思うんですけど、こういう感じで足を開いて、つま先を開いて、太ももを目いっぱい外に開いてやっていく、ワイドスクワットに。 なってきますね。で、これがですね、やっぱりね、あの、やるとやらないでは大違いないんですよ。で、実際僕のパーソナルトレーニングを受けてるお客さんでも、3セットスクワットをやっていくなら、最後の1セットは必ずこのワイドスクワットにはしてもらってます。で、ワイドスクワットをね、まあ今言ったダンビルこことか、えー、ダン段ビルをここでもいいですけど、こういうふうにまあやっていけば、なかなかね、最近の生活ではこう、しゃがむということはあまりしないんですね。 こういうふうに足を広げてしゃがむということはあまりしないので,で、このね、内もものところがすごい伸びてくるわけですね。で、現代の生活というのはそこまでね、こういう形でしゃがむっていうね、えー、タイミングがあまりないので、結構ね、ここ硬い人多いです。初めてやると、ここが、うっ、きつ、硬っていう50歳以上の人結構多いんですね。なので、このワイドスクワットをね、1週間に1セットでいいから取り入れていくということが、 ここの内ももをしっかり伸ばしていく。こういうストレッチをやってることと同じような感じになっていくんですね。で、これ最初に言ったように、めちゃくちゃ重い、ボディビルレベルで10回どうやっても上がるぐらい、血圧がバーンと上がるぐらいの重さでやっていきますよっていうんだと、ちょっとやっぱり下が怖いと思うんですけど、まあそこまでいかなくて、まあ一般の中年レベルで、 ああ、きつかったぐらいの重さでやってほしいんですね。つま先をしっかり開いて、そしてその方向に膝を開いていくという形なんですね。で、足幅としては、この降りた時にすねが垂直になるような、まあそういう足幅にしてほしいです。で、ここがまだまだすごい硬い人の場合、こうなっちゃうんですね。で、こうなってしまう人の場合には、一個だけ狭くして降りた時にちゃんとすねが垂直になるという幅にしてほしいです。まあ、それはね、徐々に少し広げて、まあこういうね、このぐらいの幅まで行ってほしいんですけど、 でそういうね、自分の幅に合わせたら、しっかりと太ももが水泳になるぐらいまでしっかりと下ろすというような、ワイドスクワットを1セットだけでいいからやっていってほしいです。で、これ、あともう一つ。 注意事項がありまして、これをね、広げてやっていくときに、背中が丸くならないように、しっかりね、左右に広げてるんだけども、胸を起こしてやっていくということで、この左右と上と3方向に開いてるというイメージでやってください。足だけ開いて、上が閉じてるっていうふうにならないように、左右も開いて、上も開くというような、3方向開いていくような、まあそういう感じのスクワットでやっていくと、この内も結構ね、あの柔らかくなりますので、ぜひね、1セットだけでいいから取り入れてみてください。 で次にやっていくのはプルオーバーですね。プルオーバー。まあ分かりやすい種目ですね。あの、柔軟性が増すのは分かりやすい種目だと思うんですけど、えっ、ー、と、これはこの形で、まあこんな感じでやっていくプルオーバーですけれども、えっ、ー、と、肩甲骨の下の角にベンチの角を合わせます。 それ位置に合わせて頭をつけていいです。頭をつけて、そしてダンベルをね、手を重ねるようにこういう風に握るんですけども、肘をちょっとだけ曲げます。で、ちょっとだけ曲げたら、この肘を開いた状態じゃなくて、できるだけちょっと閉じた状態。閉じ気味な状態でやっていきます。で、肩関節を中心に動いていくんですけども、この時に肘の曲げ伸ばしが入らないようにする。肘の曲げ伸ばしは入らない。肘の形はね、このちょっと曲げた形で固定して、 変わらないようにしていきます。で、これをやっていくと、もう今見ての通り、この、この脇の大円筋が伸びます。それから三頭筋の付け根が伸びます。とにかく脇のここのところがすごく伸びていくんですね。で、この伸ばしていくためには、肘を開いた状態でなく、肘をね、比較的閉じ気味、まあ、完璧閉じなくてもいいですけど、比較的閉じ気味にした上で、 やっていくと、しっかり伸びていくんですね。で、これが、今言ったように、肘の曲げ伸ばしが入っていくと、まあ、これは単純に3筋の運動になっていくので、そうならないように、ダンベルを下に下ろすというふうにイメージすると、だいたい曲がっちゃうんですね。で、下じゃなくて向こう、壁の方向に向かってダンベルが移動するというふうにイメージをしていくと、肘の曲げ伸ばしはあまり入らないですね。ダンベルが向こうですね。に行くような感じでイメージをしていけば、脇がしっかり伸びていきます。 そしてさらにここでおろすときに息を大きく吸って吸って吸ってそして吐いていく息を大きく吸い切れないぐらい息を大きく吸って吐いていくという感じそしてこのお尻をちょっと落とすことで腰から背中までアーチを描くようにやっていきます背中のアーチを描きながら脇を伸ばしていくというまあそういった柔軟性を すすようななストレッチになってくるわけですねこれが、あの、中年の場合にはやっぱりこう丸くなりやすい。その上で腕を下ろしてることが長かった生活をしてるので、とにかくこの脇が硬いんですよ。今僕がやったのは、あの、こういう風になって、このぐらいまで行ってますけど、結構このぐらいまで行かなくて、もうこの辺で痛い痛い痛たい痛たい、キツキツっていう風になる人多いです。これをやっぱり伸ばすという感じでしっかりストレッチだと思ってやってほしいんですね。 で、もちろんこれも超ヘビーでやる必要なくて、まあ10回そこそこきつかったなっていうぐらいの重さで十分なので、まああまり重すぎはダンベルを使って、この脇をしっかり伸ばしていく。そして背中のアーチを作っていく。ということをね、やってみてください。そして3番目なんですけれども、これちょっとだけ意外なところで、ブルガリアンスクワットです。ブルガリアンスクワット。えっていう感じですけど、えブルガリアンスクワットというのはここでこういうふうにやっていくものですけれども、これのどこが 柔軟性が増すす筋トレなのかですよ、まあ、ブルガリアンスクワットって基本的にはこの前の足のお尻を鍛える代替下腹筋を鍛えるという感じですけど今日はこの前の足じゃないですよ後ろな後ろの足ですこっちこっちがストレッチされるという効果がまあ高いわけですね まあ、あの、これもですよ。本当にね、ちょっと体が硬い中年特有なんですけど、ブルガリアンスクワットやって、もう、ここが突っ張って突っ張って硬くて、こっちよりもこっちの方がきついっていう人もまあいます。後ろの太もも前が張ってきついという人のまあ原因の一つというのは、前の足が弱くてこっちを使いすぎているっていうのはあります。あとはまあ、筋力だけではなくて、うまく使えてなくて、うまく立ってなくて、 ここで使うんだらいいけど、立ってもこっちで支えてしまう。こっちの足で立てば全然後ろの足は使わなくていいんですけども、この立ち上がった状態でもこれをグッと押してしまうと突っ張ってしまうわけですね。まあそれはちょっとね、やり方の問題で、基本的には前の足をメインでやって上がった時のこっちはリラックスするというのは正しいやり方なんですけど、ただ、 このね、ブルガリアンスクワットをやって突っ張るっていうんなら、もうブルガリアンスクワットでストレッチをやってしまえばいいんですよ。ストレッチだと思えばいいということです。で、特にウォームアップセットですよ。メインセットではちょっとね、まあそういうつもりではいかないかもしれないですけど、ウォームアップセットの時に、こっちを使うというのもあるけど、あえてこっちをね、ストレッチしていくということをやってほしいですね。で、これがね、かなりいいストレッチなわけですよ。 まあ通常ストレッチをやっていくとしたら、こういうふうにね、ひざまずいて足を前後にして、このつま先を持つというストレッチをしなければいけないんですけど、まあそのつま先を持つというのができないという人がまあ多いです。で、そのつま先を持つ必要もなく、この後ろ側を伸ばすことがまあできるわけですね。で、これね、太も,も前の伸ばすというのが、ただ単にこの状況でこうやって伸ばすよりは、足を前後に開いてる方がいいんですね。 足を前後に開くと、この股関節を後ろに開く感じになります。で、この付け根から大体指導筋を伸ばすことができるというのは一つ。こういう感じね。こうなったらダメよ。こういう感じ。ここ前を開かなければいけない。で、足を前後に開いていると、この時に、この後ろ側の腸腰筋を伸ばすことができるんですよ。これは足を閉じた状態でこうやると、腸腰筋って全然伸びないんですよ。足を前後に開いているから、腸腰筋が伸びるというのもあるので、大体四頭筋だけでなく、この骨盤の中にある腸腰筋というのもストレッチ。 されることになるのでこの辺りの筋肉っていうのが座って仕事をする人が長い中年の人の場合にはもうここ縮んでますよねでこの腸腰筋も縮んでますよねだからもうとにかく硬いんですよ縮まった状態で長く生活しているからだからこれをこの状態で伸ばしてあげるというブルガリアンスクワットはまあ前の足の筋トレであるけど後ろの足に対してはすごくいいストレッチになるわけですなのでまあ特にウォームアップの時にはもうこっちを伸ばすというつもりでやってあげて構わないということですね た、まあ、しし、本番をやってるときには、ここでは使ってもいいけど、立ち上がったらもう使ってないというのが、まあ、正しい使い方ということです。なので、ね、あの、まあ、ブルガリアンスカットで貼ってるのは貼ってるで、もう伸ばしてやってください。ストレッチだと思って伸ばしてやってください。まあ、そんな感じのブルガリアンスカットもあるということですね。そして、4番目というのが、ワンハンドフレンチプレスということです。ワンハンドフレンチプレスというのは、えー、ダンベル1個だけを使って、まあ、こういう形で上に上げて、反対の手で肘を支えます。で、この形で、 腕を曲げて下ろして上に押し上げる。という感じで上腕三頭筋のトレーニングなんですけれども、え、これがですね、特にね、中年の場合、利き腕が右なら右腕はいいんですけれども、左がとにかく硬いです。やってみてください。右腕はまあまあ普通にできるんですけど、同じ重さを左腕でやると、そもそもこれが上がらない。これが同じ高さまで上がってこなくて、かつ、 右なら肘の向きはこのぐらいできるのに、左でやるとものすごいこういう風に開いてしまうっていう風になるんですね。で、これはですね、さっきのプルオーバーでは、この大円筋が硬い。これを伸ばすと言いますけど、で、このワンハンドフレンチプレスの場合には、よりね、この三頭筋のこの付け根。付け根がものすごい伸ばされるんですね。肘をものすごい上げてますが、この三頭筋の付け根がすごく伸ばされるということ。右腕を上げる。 ということは結構生活の中ではまだ左よりは回数が多いんですよ。物を取る、物を投げる。という時には右を使っているので、まだ慣れている。でも左をあまり使ってないのとにかくね、こを伸ばすことがなくて硬いんですね。で、それでいて、右に比べて、この左をやってみると、筋力がないことがすごくわかります。これは右と左がすごくね、アンバランスな状態の人が多いんですね。で、このワンハンドフレンチプレスを、あえて三頭筋の種目として取り入れるんですね。 で、それによって三頭筋を鍛えながらも、この左の付け根の柔軟性を増すということが可能になってきます。で、これがね、最初の頃はすごく硬いです。すごく硬くて、すごく難しくて、肘が開いてしまうし、折りなしっていう感じなんですけど、あ、ちなみにね、この下ろすっていうのが、だいたいこの前腕が水平ぐらいまで下ろして上げていくんですね。水平まで下ろして、そこまで下ろしてしっかり伸ばしていくという感じなんですけど、まあ、それが水平までなかなか折りないんですね、最初はね。 だけれども、これを続けていくことで、だんだん降りてくる、だんだん肘が閉じれるのでくる、まあ、ここの柔軟性が増すわけですね。で、三頭筋が柔らかくなりながらも、筋肉をつけることができるという、まあ、一石二鳥の運動なので、このワンハンドフレンチプレスもね、上腕三頭筋のトレーニングも入れてほしいと思います。そして最後なんですけれども、ベンチプレスです。ベンチプレス。そんなんで柔軟性が増すのかと。まあ、増すことができます。 でこれもベンチプレスを自分がいっぱいいっぱいのね、ぐーっという重さのセットではなく、軽めの時ウォームアップセット、あるいは最後のクールダウンに近いようなところでは、柔軟性を増すことになるということですね。まあ、ちょっと今、座って説明しますが、まあ、これね、バーベルでもダンベルでもどっちでもいいです。こういう風に下ろしていったときに、下ろしていったときに、ちょっと軽めの重さの時のは、もうできるだけ下ろしていください。特にウォームアップセットの時には、できるだけ下ろして目いっぱい下ろしていく。下ろしていくことで、 肩の前もストレッチされるけど、この大胸筋の付け根、まああるいはこの小胸筋っていうのもありますが、そこがすごく伸ばされるんですね。で、あえてそこを伸ばしていくぐらい深くやっていく。かつ息をふっとね、しっかり吸うことで、より伸ばしていく。というセットを作っていくんですね。まあもちろんそれを目いっぱい深いところでやっていくというのは、自分が10回未満でしかできない重さのベンチプレスでは、まあちょっと危ないわけですけど、なのでウォームアップセットでやっていく。あるいは最後の軽いところでやっていく。 まあ僕なんかはですね、最初にインクラのダンベルプレスとか、フラットのダンベルプレスをやっていって、最後にこのバーベルのベンチプレスをやっていくんですけれども、まあ、その時には最後だし、そこまでめちゃくちゃ重い重さはやらないんです。だけれども、そこでかなり深くぐーっと下ろしていくんですね。で、下ろしていくことによって、大胸筋の端っこをストレッチする、このあたりをあえて使うために軽めでやってるよというベンチプレスを入れていくんですね。 なので、ベンチプレスの使い方というのは、何もね、重いのを上げるためだけでもなく、大胸筋をつけるためだけでなく、ストレッチをすることで、ここの付け根を伸ばすこともできるんですよ。で、そんなところをね、伸ばす必要あるのかという疑問もあると思うんですけど、これもね、あの、ちょっと中年になってくると、硬くなりやすいんですよ。こうやって仕事をしているスタイルが、こういう形が多いので、ここはね、縮んでるんですよ。で縮まってる時間はとにかく長くて、本当に伸びなくて伸びなくて硬い人多いです。 なので、ウォームアップセット、あるいは一番最後のところで軽くして、深く下ろすというベンチプレス、ダンベルプレスをやってほしいんですね。1、2セットでいいですから、それをやっていくことで、こういう風になりがちな肩に対するこのストレッチになってくるわけなんですね。これ本当にね、この状態で生活すると硬くなりますので、まあこういった形でのベンチプレスの使い方もあるということね。ただし、軽めでやっていきます。 はいまあ、そんな形でねあの筋トレでも普段自分がやってる筋トレの中でも柔軟性を増すという要素があるエクササイズもありますので。 でそういったエクサイズに関しては、まあ、重さだけでなく、伸ばしていくというね、まあ、そういった意味合いも込めてやってみてほしいと思います。まあ、その辺も考えていくことが中年の筋トレだと思いますので、筋肥大だけを狙うのではなくて、一緒に柔軟性を増していく。まあ、そんな考え方もいいかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってます。フォローよろしくお願いします。パーツを当テるのはりゅでした。ゴーゴー